はい、ラスト前ですね。はい、あのセッション除いてラスト前のバンドになります。トム&ジェリーさんですね。まあ、今日も西本ガーハンクルの歌を聴かせていただけるということで、はい、楽しみにしてまいりました。それではトム&ジェリーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、あのここ2度目でございますけれども、はい、あのもう本当に戸狩さんからね、あの西本ガーハンクル、もう有名な曲よりもマニアックな曲が受けるということを知りましてでも今日もちょっとあまり知らない曲を皆さんやるかもしれませんけども、はい、よろしくお願いします。はい、Here is my song for the asking. Ask me and I will play soばっかりだと思います。すいません、私の好みで今日はやらさせていただきました。さっき聞いたらめっちゃ好きな曲ばっかりです、はい、ということで、あの一曲一曲は短いですので、まあね、何曲か時間の許す限りやらせていただきたいと思います。はい、次の曲はですね、はい、あのキャッシーズソング、キャッシーの歌という曲ですね。ヒットは多分していないと思いますので、皆さんご存じないかもしれませんけど、これはあのポール・サイモンがギター弾いて、一人で歌ってる曲なんですけど、僕らはもうやっぱりこうコーラスグループなんで、でギターと、まあ、ハモリを入れさせていただいて、ちょっとそのサイモンとかファンクル風にさせていただいております。よろしくお願いします。
miss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tell a strange rhyme.4月になれば彼女はという曲なんですが、これですね、何年か前に高校の同級生が勤めてはる、老人ホームでのクリスマスパーティーの食堂で、生声で歌わせてもらったことがありまして、でこれ歌詞が、4月、5月、6月、7月、8月、9月まで続くんですけど、最後の方はなくなってしまうんですよ。で最後どうなるんですかとなんか聞かれましてね、ものすごい答えにある窮したっていうのを覚えてるんですが、どういうふうにあれを、あれ4月になれば彼女をわーで止まってるもんだから、おばあちゃん的にはすごい疑問を感じてはったんですよ。答えは言わんかったよね。なんかね、なんか話題をこれ歯医者やってますね。歯がどうにこうってことになって僕は全然特に当時は聞いてくれなくてね、でこうアンプラグドってですね、マイクなかったんでね、聞こえてますかって、もう聞こえてますかって言ったら、聞こえへんって言われたんですよ。聞こえとるやんって思ったんですけど、そんな感じでね、おじいちゃんおばあちゃんいたわらなくなるし、今もね、私らも母親とか、認知症とかをね患いましてね、やっぱりかなりボケてはるんでね、そういう年ですね、とかさもう本当にもう参りますわね。自由は聞かないですね、もう。はい、じゃあそれいきますね。When strings are right, then swing.
大事マストのとこですね。それは変な疑問に思われると困ったというお話でしたけれども、それからあの次ですね、もう本当にこれはもう十勝さんしか知らない曲だと思いますけど、あのサウンドがこれあのヒットする前の、まあ、デビューアルバムですので、デビューアルバム あのタイトル曲ですね。まあ有名です、有名ですか。で、あの、まあ、水曜日の朝午前3時という曲を、これあの本当に僕ら的にはあのなんていうんですかね、ものすごくフォーク調で、初期のサイモンとガーファンクル、だん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 こう曲が複雑になっていく前にですね、非常に綺麗なね、スリーフィンガーがございましたので、ちょっとそれをやってみたいと思います。I can hear the soft breathing of the girl that I love. As she lies here beside me, asleep with the night.Gently fall, for I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. My life seems unreal, my crime and illusion. I seem badly written, in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours away.確か1964年のはずなんですね。だったら東京オリンピックです。昔は1枚目の LP のそうですね。そうですね。ここだけで盛り上がってる感じがしてるんですけど、さあこっからの曲はですね、多分皆さん誰も知らない。例えばね、あのボクサーとか明日にかける橋とか、ね、ミセス・ロビンソンとか、ね、コンドラ飛んでいくとかね、
あの花笛いいですね。コンドル飛んでいく使えますね。花笛。吉田福田さんおられますか。吉田福田も帰りありました。いや あそこにあります。吉田さん。はい、あの花笛、花笛、あのコンドル飛んでいくやられてました。なんか話聞いた時に。すみません。いや。さあ、あの次の曲、あの。なんていうんですかね、あのサイモン・ガンブラ1970年で解散はしたんですけど、まあ、解散というかアルバムを出して終わっちゃったんですけど、あのその後で何年だろう、あのセントラルパークコンサートって言ってね、もう復活した、あの81年、もうだから10年ぶりぐらいにね復活して、その時にいろんなあの曲をやって、もう僕らも鳥肌が立って、聞いておりましたし、あの京セラドームの時もね行ったね、びっくりしました本当に、うん、でその時にあのもういろいろともう70年からはもうあのもうガーファンクルもポールサイモンも、ね、別々でソロアルバムを出してありまして、その時のセントラルパークコンサートで、ガーファンクルの、なんですかね、あの持ち歌を歌ってありまして、この曲好きなんでちょっと練習してちょっとハモってやってみたいと思います。ハートインニューヨークという曲。
サンド・ガーファンクル、まあ、70年に、まあ、公式には解散と言わずに、まあ、別れて、それぐらい、ソロの活動入ったんですけど、途中83年くらいかですかね、あの一時再結成という噂が流れまして、でその時にポール・サイモンがその再結成のために作った曲、マイ・リトル・ダンスという曲があるんですけど、それを次にちょっと挑戦したいと思います。かなり難しい何が難しいかってギター曲ちゃいますもんね、これね。はい、あ、ピアノとか、ピアノとかそうですね、何もピアノをね持ったことないし、はい、頑張ります。ちょっと待ってくださいね。
最後ですね、これがまた富樫さんがメールで、無理やりお願いしたいです、バックに演奏つけて やれへんという、ことだったんですよ。お願いします。すいません、遅くなりました。いただきます。失礼したな。富樫さん紹介してください。いや、僕も入るよ。ひげ松さんだけはちょっとこちらのホストライブで来ていただいてるんですけど、今日はひげ松さんの出演していただきます。むちゃむちゃ、もしむちゃぶりを。すいません。いやいや、すいません。大変知らないです。水浴の夜というね、Late in the Evening っていうんですよ。まあ、これもセントラルパークコンサートで2回ね、アンコールも含めて2回やってるんですよね。だから、で、今日トランペットが入るというバンド構成をお聞きした途端にすみませんね。その曲しか浮かばなくて、でも西本がこれを歌ってる曲なんですけどね。いや、本当に初めてお会いして今から何のちょっとバックでリハの時に太鼓叩いていただいてた平田さんではなかったんですね。ちょっと叩いていただいてないんで、
もうこのまま始めても。